東西南北僕北っしゃん。はい、ということで今日はですねサバアカードやっていくんですけど、あのシーズンが変わってね、あのまずサバアカ買いと思うかもしれないんですけど、ちょっとねほんわかの方あのリベで溜め込んでたんですけど、あのあれなんですよ、そのね最終日ちょっと沼っちゃったんですよ。だからちょっとモチベがねあんまなくて、ほんわかのねあのだからちょっと新環境になって、まぁ、ちょっと把握してからねまだねあのほんわかの動画上げようかなという感じで、まずはねちょっとねサバアカやろうかなっていう感じで、ごめんなさい皆さん。はい、あのね最終日ね、朝はちょっとね、8、1ぐらいまで行って、お、待ってこれも今宵もいけるやつか思ったんですけど、まぁ、ちょっとね、魔境にはまっちゃいましたね。まぁ、また、本若のマルチの話はまたね、あの、本若の方でしたいと思います。まぁ、とりあえず今日はね、あの、遅延テスラコースで、サバーカードやっていくんですけど、まぁ、あの、メイドコースがね、サバーカーじゃなくて、格上に強かったんで、コメント欄でね、あの、メガナイドコアツの次に遅延テスラが多かったんですよね。まあ、なんで、あの、メガナイドコアツが強かったってことは、まあ、みんなが言うことは多分強いんですよ。間違いないんですよ。だから、遅延テスラも強いということで、まあ、今日は遅延テスラやっていきます。はい。あの、ちなみに、4700やったんで、シーズンリセットしてね、あの、300遅延テスラで上げときました。はい。ちなみに1回しか負けておりません。まあ、めちゃくちゃ強いです。まあ、なんで、とりあえず今日はね、こちらでやっていきたいと思います。はい。まあ、確かに、このデッキね、結構嫌われてるデッキなんですけど、使ってみた感じ、マジで強い。さ、格上にめちゃくちゃ強い。はい。めちゃくちゃ強いですね。うん。まあ、本枠で1回ね、チェーンテスラ上げたんですけど、めちゃくちゃコメント荒れてましたもんね、ほんまに。あのね、めっちゃ、まあ、わかるんですよ。気持ちわかる。俺もね、めちゃくちゃ嫌い。めちゃくちゃこのデッキ嫌い。26とかバランス使ってて、このデッキ、いや、マジか、遅延テスラやんって思いながらいつも戦うんですけど、まあまあまあ、わかるんですけどね。まあ、僕めっちゃ嫌いですけどね。僕もめっちゃ嫌い。あ、またこれやばい。これやばい。あ、これだ、普通に。やらかした。これ普通にやらかした。これ普通にやらかしましたね。オッケーオッケーオッケー。まあまあまあ、これロケット良かったんですけど、まあ、キングキルをしたいがためにやってしまいましたね。ちょっと光栄がめんどくさかったんですけど、意外と処理できたんでオッケーですね。まあ、バルーンに関しては結構ね、こう、これ間に合う？これワンチャン間に合わない切ない。ワンチャン間に合わない。いける？いける？回収すんなよ。回収すんなよ。すんなよ。すんなよ。せえへんのかいよって、オッケーオッケーオッケー。あの、吉本のあの、何やったっけ、あれ。あれ。あの乳首ドリルすなのあれっすね。めっちゃ懐かしい。今めっちゃ言ってて、今めっちゃ懐かしいなと思いました。はい。めっちゃ中学やったっけな、僕が中学か高校の時にめちゃくちゃ流行りましたね。すんのかい、せんのかいみたいな。あ、そんなんやったっけ。いや、なんかそんな感じの、忘れた。わかんないですけど、そんな感じでしたね。まあ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 。そのメガゴはなんや、この壊そうと思ってるんか。刺せへんで。そんな、じゃあ、あのね、このね、遅延テスラにおいて5をやっちゃダメなんですよ。5を完走、マジでエグいんですよ。クロスがね、マジロケット並みに削られるんですよね、5だけで。それがやばい、マジで。めちゃくちゃ強いし、エグくない？何その立ち回り、えげつい。お前、穴番か言うて。ケツ割るんはエグで。もしかしてミスった？いや、まあわかんないですけど、まあとりあえず、まあテスラで安牌に守ってあげて、うわ、エグ。エグ、端前ファルチェ。どんな立ち回りしとんねん言うて。これ逆さ行きますね。あ、待って、やばい。これ、バーンしちゃう。バーンしちゃう。バーン、バーン。バーン、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 バーン。あれ？連れてない。まあいいや。あ、だってこれ5ある、5ある。あー、危ない危ない危ないけど、危ないけど、危ない。おらい、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 おらい。延命してあげて、延命できてないが、できてないが、お、そのポンプは甘えてないか、そのポンプは、もうこれ、じじいじゃないですか。バルーン来た頃にはもう遅延の遅延のチェンチェンチェンでもう終わりっすね。で、これもう全部溶かせれるんで。で、ファイブっすね、これ。多分ファイブ来ますね。来ちゃいますね。ゆーでーん。あれ？そんなに刺さってない。やばい。ということはもうロケットであれもう削っちゃいます。まあ、アウト取られるんですけど、あのロケット削りに切り替えとか多分絶対いいっすね、これ。あ、これ死なないんでた。死なないですね、これ。この吹き矢ゴブリ死なないんで、やばいっすよね。まあの、これ、キング起動の恩恵多分入らないんで、よいしょ。あ、爆破入っちゃいますね、これ。まあ、痛い、痛い、痛い。で、5やったんで、まあ、この5当たらない位置にね、ロケット置いてあげて、まあ、あれチク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 しちゃいますね、はい。美味しい。まさかすると思わんかったけど、まあ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 。この相手、こっちに5ってこなかったら2周目が刺さるんで、まあ、結構美味しいかなっていう感じで。よいしょ。で、これ多分真ん中に5打ってくるんだ。お、それやった。グッバイ！グッバイっすね、これ。はい、どうするんですかと言わんばかりの、はい、エリクサーないですね、はい。ああ、ああ、ああ、かわいそうに。ああ、かわいそう。
なんかそんな感じの鬼滅の刃あったような。ああ、かわいそうに。全然似てないけど。あの、何やったっけ、名前忘れた。あの、あれ。鉄球みたいなの持ってる人。名前忘れた。あ、そういえばちなみに、最近ね、あの、やっと鬼滅の刃見終わりました。はい。めちゃくちゃ最近、あの、ちなみに、あの、ほんまに5話ぐらい、最後の5話ぐらいを、あの、ずっと見ずに、この半年1年ぐらい過ごしてきたんですよ。この5話ぐらいを見る気が起きなさすぎて、僕漫画ってね、あの、漫画とかアニメって、まあ普段あんま見ないんですけど、見始めたらね、めっちゃ見ちゃうんですよ。でも、その流れが止まってしまうと、あの、全然見なくなってしまうんで、あれなんですよ。だから、その5話ぐらいを残して全然見なかったんですけど、あの、ちょっとシーズン終わって、まあ休みの日やったんでね、あの、いい釘目やと思ってちょっと読んでみました。はい。やっと見終わりました。はい。やっとっすよ、本当に。今更かい、多分みんな思ってると思う。心の中でね。うん、心の中に留めといてください。はい。これ何やろこれ。相手のデッキやばくない？もうボンバーの差別やばいっすよね。ほう。ほう。耳をこれすんな、それ。でも弾入らない。やめて。オッケーっすね。まあなんで、これ、スケルトンでやってあげて、オッケー。これ逆サイ行った方がいいんかな？まあ逆サイ。これは、ナイトで、よいしょ。で、このまま、ああ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 、いたー、今2発は、まあまあまあ、うせやよいしょ、うせやん、マジそんなことある、まあまあまあ、まあ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 、オッケーですね。まあちょっと刺さるんでオッケーですね。まあ今のホグなんであのトルネキング用できへんかったのか謎なんですけど。このボンバーはまあいけるかな。オッケー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 、完封できましたね。これアイスイズが展開してあげて、どうしよう、ちょっとこれクロスまた行きますか。まあ相手バルキリー切ったってのは多分きついんで、まあベビードラとかで多分受けてくるんで、ないとカバーしてあげて、でベビードラか、あホグライダー、あフリーズですね、これフリーズの顔してますね。ディュン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 、今テスラの真似してます。はい。あー、お前テスラが無能や。無能じゃない、俺のトルネが無能なんや。テスラが無能じゃない、俺のトルネが無能なんやったんや。ごめんなさい。はい、謝ります。あ、うまいオッケー、危ない。え、たわいってる、これたぎってますね。まあでもこれ刺さるんでオッケーですね。はい、あともうイモれば勝てなんで、よいしょよいしょ仕上げて、よいしょ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 、はい、これもうトネード。あー待って、そのベビードラドン、ベビードラベ、あかんって、ほんまにあかん。え、ちょっと待って、ほんまに負ける。え、ちょっと待って、やばくね。え、こんなんで負けるとかシャレならへんで。オッケーオッケー、怖すぎるわ。最後の追い上げ怖すぎる。これロケットでいけるかな。多分いけますね、さすがに。音さでノーイ、オッケーオッケーオッケー。ちょっと飲み物飲まして、喉乾いた。オッケー、よし。やっぱね、格闘にめちゃくちゃ強いですね、チェーンテスラクロスね、本当に。スペルがね、結構ない相手が多くて、まあ、ファイボーとかが結構、ファイボーとかロケットあると、マジでクロス刺さんないんで、あ、やばい。よいしょ、あ、そのうち、いけるんじゃね、そのうち、甘くない相手。甘いっすね、甘ちゃんですね、お相手さん。さあ、これ、アイス、これ何やろな、でも、ティガーとビビドラってもうなんかよくわかんないんすけど、まあでも大型ではないってことは信じたい。なるほど。まあとりあえず一旦様子見のな、あーは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 ー、高めで壊しに行きます。とりあえず相手のデッキしてることが大事なんで、まあ、まずは様子見っすね。うん、様子見してあげることが大事。まあ美味しいっすね、あの位置な、焼けるんで、焼けると言わへんか、壊せるんでって言いますか。まあ何でもええわ。え、何してんの相手、寝てる。ああ、そういうこと、そういうことね。あの吹き矢ね、ウッドで死なないんですよ。うちのウッド吹き矢死なないんですよね。それがマジ、ああ、出ちゃった。まあ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 、よいしょ。これもう無視します、無視して形作ります。はい、でクロスいっちゃいます。
まあ3アドなんで、正直ね、あのディガーは3アドなんで、わああ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 あやめて、よいしょ、ベビードラが強いですね。まあベビードラあやばくないやばくないそれ。まあ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 、オッケーですね。いやだからダメだって、ダメだって、そいつはダメ、えぐいて、ほんまにほんまにえぐいて。あのね、吹き矢めっちゃ強いんですよ、本当に本当に吹き矢強い、マジで。相手の吹き矢はもうやばいから、なんかミスってるし、美味しいし、めっちゃ美味しいし。あれ壊しに行きますか、クロスで。ダガメにやってあげて、ビビドラ切った後なんで、まあ多分大丈夫。切った、え、回してる、回ってきました、余裕で。よいしょ、もうタゲ取ってからテスラやらないと、あのレベルの関係でテスラ焼かれちゃうんですよね。まあ、どっちみちでした。ちょっと待って、え、待って、相手何やったっけ、ディガーですよ、ディガー、ディガー、ディガーデッキや。ウッドで転がし上げて、とりあえずあれがめんどくさい、吹き矢がバチクソめんどくさい、吹き矢めっちゃめんどくさい。あー、延命された、まあするよなーって感じで。よいしょ、これロケット行っていい、これロケットでよくない、もうもうロケットでよくないかんない、これ壊せる、無理よなさすがに。これどうしましょうかな、これクロス、あーやばい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 、あ削れる削れる、絶対吹き矢来る、絶対吹き矢来る、あお前そいつか、そいつならまだ OK、 吹き矢来ました、来ました、あーそれや、それあんの忘れてた、あじゃあ吹き矢強い、吹き矢強い、吹き矢強い、強い強い、いやもうどうしようこれ、ちょっと待って、ちょっと落ち着け落ち着け落ち着け、待て待て、おーアイズイズの位置もううんこやし、ほんまに、え、めっちゃ刺さってる、めっちゃ刺さってる、やばいやばくないこれ、ちょマジでやばくない、でスケブがあるやろ、だからトルネだけ構えといて、まあでもアイスイズがあって出せないんで、オッケー、これタゲ取れたんで、これ結構でかい、え、しかもそれアイスイズの範囲攻撃がいい感じで仕事せえへんな、全然、うん仕事せえへんな、びっくりするわ、いビビドラ強くない、ちょっと待ってこれやばい、やばい、終わった、待ってこれなんか地味地味ですさ、ちょもうこやもちょっともう疲れた、もう俺疲れた、もう疲れた、もうめっちゃ疲れたし、もう疲れた、よいしょ、これもう無理やん、勝てへんやん、どうすんの、もうやりごぶえぐいし、数がえぐいし、なんか当てていくし、あー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 あ、おここで、ここでの、ここでの見していく、さあここから勝つのか、北アッシャン選手、さあトルネードで、さあ闇が回ってくる、ちょっとこれはあれでしたね、なんかもうようわからん、もう俺疲れた、もう疲れた、はい、もう疲れた、はい、ということで今日の動画これです、今日3戦ぐらいしかやってへん、ちょっともう疲れた、もう今日ね、あのトロ上げめっちゃしたんで、ちょいめっちゃ疲れてますね個人的に、なんでちょっと許してください、はい、ということで今日の動画はこの辺にしておきたいと思います、この動画が良かったらね、チャンネル登録と高評価とグッドボタンよろしくお願いします、はい、ということで皆さんバイバイ。